父上のお加減はどうかね。うん、横になった途端糸が切れたように気を失ったわ。もう10年間ずっと緊張の糸を晴らしてたろうな。囚われの10年で疲れ切っておられる。それさっき聞いたわ。心ゆくまで休んでいただきたいが、慌ただしくなるぞ。うん、うん、王を奪還されたブレッドたちは強硬な手段に打って出るだろう。守るべきはジャム国王と最後のアクアニウムだが。いや、アクアニウム取られてんだよ。レーダーに映っていた大きな反応は4つ、5つ目の手がかりはゼロだ。いえ、手がかりはあります。起きて平気？お父様。おっさん、アクアニウムがどこにあるか知ってるのか？場所はわからないけれど、とても信頼できる方に預けてあります。とても信頼できる方？君がよく知っている方ですよ、ベルゼブブさん。え？王と魔王ってつながってんの？そういうこと？俺が？シーフか、おっさん。私のこと仲間外れにしないでよ。うるさいな、お前知ってるのかよ。知らない。じゃあ誰だよ。サタン殿です。やっぱりか。繋がってたんだ。パッ、大魔王様にどういうことだよ。ね、語れば長い昔話だが、付き合ってくれますか？ああ、聞かせて。あれは10年と少し前だったかな。リリスが不思議な箱を見つけてきてね。ねえあなた、この箱は何かしら？ちょっと待ってね、ランゴさんの見た目が全く変わってない。古い宝箱で見つけたんですが、鍵がかかっていて開かないの。ほう。さあ、私も初めて見るな。ランゴ、知っているかね？さて、それにしても変わった鍵穴ですな。近くを探したんですが、鍵らしきものが見つからなくて。あ、まさかとは思うがリリス、ちょっとその首飾りを外してくれないか？え？鍵っぽいな、確かにそう見たら。ええ、うん、やはりそうだ。首飾りの先端と鍵穴がピタリと一致する。開けてみましょう。あなた、鍵は最初から持ってたんだ。うん、ほう、綺麗だな。なんだろうこれは。これはアクアニウム鉱石。何？アクアニウム？あの巨大なエネルギーを生み出すという恐ろしい石ですか？何千年も生きている君が言うんだ、間違いなかろう。しかしなぜここに？何千年も生きてる君が言うんだって知ってるってこと、リリスが魔物だって知ってるってこと？先代の王がいざという時のために保管されていたのかも。ん？さっき知らないみたいな雰囲気言ってなかったっけ？確かサンドランドでの大爆発はアクアニウムが原因という噂だったな。そっか、やられたことが違うと思ってたのか。隠しておきましょう。ブレッドにでも知れたら兵器に利用しかねません。近くには置いておけんな。とはいえ、迂闊に捨てることも。父に預かってもらいましょう。はいはいはい、これでね。サタン殿に？いや、しかし。悪魔は信用できませんか？いや。なるほど、ある意味最も安全かもしれませんな。大丈夫、この紙は私がそのまま保管しますから。っていうことがあったんだ。ということがあったのです。父上から聞いていませんか？聞いてなくね。シーフ聞いてる？いいえ、
聞いたことありませんな。そうですか。つまりリリス亡き今、最後のアクアニウムの在りかを知るのはサタン殿だけということですね。ひとまずここまでにしよう。話は明日また。はい。そっかそっか。ちょっと途中までジャム国王がリリスのことを悪魔だって知らないって勘違いしてたけど、さっき言ってたのはリリスがやられちゃったことが信じられないっていう話だったんだよね。多分ちょっと話の途中でベラベラ言っちゃったけど、まあランゴさんが知ってて国王知らないのあんまりな感じだから、そりゃそうかって感じだよね。最後のアクアニウムの在りかを知るのは。なるほど。じいさんはアクアニウムが預けられてること知ってたんだな。ね、いたのに。秘密が多くてすまぬ。まあ秘密の多い人間は嫌いじゃないよ。いいよ別に。多分大魔王様も秘密にしてたんだろうし。ベルゼはそういうのは心を読んでも分かんないのかな。どうなんでしょうね。じゃあ行くか。あん、首飾りがアクアニウムの箱の鍵なんてびっくりだったね。ね、ま、鍵なんてなくても大魔王様に預けられてるなら安心だけどな。こんなことならアクアニウム集めなど必要なかったんじゃないか。そうでもないんじゃない。いや、アクアニウムが危険なものであるのは変わらない。ガラムの復活を諦めて兵器や爆弾に使われればひどいことになる。うん、お父様を助け出してもやるべきことは変わらないんだね。わかりやすくていいじゃん。悪魔様を操ろうとしたクソ天使をぶっ飛ばしてアクアニウムを取り返す。クソ天使って誰のこと？あいつですよ。ムニエルだよ。え？あいつ天使だったの？ああ。リリス様が敗れたのもゆえあってのことだったのですな。うん。お母様。思いを遂げるためにも今は英気を養おう。うん、私はここで。ああ、お疲れ。私も床をいただこう。ベッドで休むってさ。じゃあみんなお休み。最後のは。そっかそっか。まあこれからの目標がもうジャム国王は手に入れたんで、今度はアクアニウムを全てゲットしてあいつらの策略を壊すことになりましたね。な、頑張ろうな。王様を救い出したんだから報奨金はたっぷりもらえるんだろうな。お前ら何もしてねえじゃん。ブレッドから国を取り戻すまでそんな余裕はあるまい。けぇ、全部貸しだからな。いつか倍にして返せよ。それはどうかな。もうそろ寝るか、ラオ。王子ももう休むかね。ああ、さすがに疲れたかな。そうするよ。ああ、なんじゃ。アンの声だったぞ。なんだ。何があった。首飾りどうにかなったとか言わねえよ。ない、首飾りがないの。やっぱりかよ。え？寝ぼけてんじゃねえの？よく探したのか？探したよ！枕元に置いてたのにどこにもないんだって！いやー、あー！あ？今度はなんだよ。いねえ！エピのやつがいねえ！なんでよ？なんだと？まさか逃がしたのか？逃がしたんじゃなくて逃げられたんですって！そりゃ変わんねえよ。同じじゃねえか。何やってんだ。ジャム国王の告白の翌日にこのタイミングの一致、偶然とは思えんな。ちょっと警備甘すぎじゃないですか。首飾りを盗んだのはエピだと。じゃないの。手土産を忘れないとはエピの旦那らしいな。追跡を任せられるか。了解だ。逃走ルートはいくらか見当がつく。王子、私たちはサンドランドへ戻ろう。おう。なんで？
奴らが鍵を手に入れたら向かう先は魔物の里しかあるまい。なるほどね。大魔王様がいるんだぜ、心配いらねえよ。確かにな、めちゃめちゃ強いんだろ。アクアニウムは絶対に守らねばならん。万が一も許されない。おお。ま、おっさんが言うならそうするか。無駄足だと思うけど。だって魔物の里に向かう。ちょっとさ、尾行されるわ、エピ逃がすわ、ろくなことしてねえぞ。なあ王様、あいつクビにしましょう。でどこ行くんだっけ。魔物の里か。まファストトラベルでしか行けないから行っちゃおうかな。ポン。さてさて、どうなって、え、マジかよ、やられてる感じ。どう、みんなはいる。これは何としたことじゃ。どうなってんだ。まさかこんなに早くフォレストランド軍が。行こうぜ、どうやらまだ中にいるみたいだ。あ、本当。センターは大丈夫。くそ、王子戻ってきてくださったのか。いきなり現れた虫の化け物が里の中で暴れ始め。虫の化け物、え、虫人間。ちょっとちょっと話変わってくるぞ。グレムリー大丈夫か。人間のメカがスーッと飛んできて虫の化け物をばらまいたんだ。なんだそれ。あんなのサンドランドじゃ見たことないよ。絶対あいつらだろうな、多分。ケンタウロス、ノッカー。行って、襲ってきたやつら、地下遺跡の方へ行ったぜ。地下遺跡？傷の手当てをしたら、俺も行くから、先に行っててくれ、王子。あ、いいよ。気をつけろよ。え、サタンとかどうなってんだろう。あ、鎌風。もうちょっとで岩の下敷きになるところだった。王子、俺の昼飯の敵を撃ってよね。お、任せろ。お、スライム大丈夫か。お前溶けないか。おお、あちあちち、早く火を消さないと僕熱で蒸発しちゃうよ。またパート1の再来になっちゃう。もうみんな大丈夫か。かまいたち。王子悪い、留守を守れなかったよ。ああ、気にすんな。虫の化け物が空から降ってきてさ、あっという間にやられちまった。まあ虫人間強かったもんな。でどこにいるんだ。これはなんだ、戦車かなんかだな。ここまで来たのか。あとはどこだ、あっちか。キメラ大丈夫か。もうちょっと役に立てるって思ってたんだけどな。こんなの全然クールじゃないや。いや、よく頑張ってくれた、バルグイユ。王子、門番の役目は果たせず面目ないっす。お前あれか、逃げてもいいっすかっつってたやつか。よく頑張ったな。こんなところ初めて来たんだけど、全然見てなかったな。マジか、ちょこちょこ見てたつもりだったんだけど。そして謎アスレチックがある。どうなってんだ、まったく。あ、なんだこの穴。おっと、虫人間やっぱり。お、立ってる、サタンが立ってる。何をやってる、まとめてかかるんだ。そしてお前らもいるのかよ。っていうか、なんでお前らに虫人間懐いてんだよ。ボコボコにしちゃってくださいよ。クソ、最後のアクアニウムは目の前だというのに。意外と手ぶらで来たんだお前ら。ムニエル、操作の術はどうした。食らうかな。やってるよ。でも指一本動かない。この術、何年か前に私の大型テレビを壊したヘボ天使か。何してんだ。羽を落として地の果てまで吹き飛ばしてやったはずだが。はあ、言うな。羽取られてんだ。そうか、私と出会った時お前が傷だらけだったのは。そうだとも
いつに惨めに負けて、いつか復讐してやろうと鍛えに鍛えてきたんだ。愚かな。アグ、またあの時と同じ。やっちゃってくださいよサタン様。強すぎだろ。だから言ったろ、パパなら心配ないって。ちょっと次元違いすぎるな。くそ、こうなったら。何するつもりだ。それまだまだ。やっちゃってください。あれ、なんか自爆したりする。バカめ、今だブレッド。サイバイマンみたいなことになる。よし、なるな。パパ振り払って、はじけ飛べ。このパワー、あら無傷。パパ、なんということだ。魔物の王とはここまで。最強じゃん、もう何も怖くねえ。クソ天使のやつどこに。あ、こっちだサタン。それは神が作った封印の。あの時は使えなかったが、ツボよ、サタンを封じろ。マジか。パパ、パパ、パパ、開けないぞ、大丈夫か。麦、このクソ天使が変なチート技使いやがって。あとはこいつを。なあ、パパを返せ、こんにゃろ。え、そんな天下一武道会の悟空みたいな。やったー、サタンを封印したぞ。お腹壊しそう。うわお、虫人間。ついでだから悪魔の王子も消しておこうかな。急に調子乗り出したな。バカにしやがって。おっさんたちは手を出すなよ。こいつは俺がぶっ飛ばす。打ちのめそう。もう腹渡引きちぎってやらないからな。サタン様を取り返さないと。そんな減らず口叩けないようにしてあげるよ。なめくさりやがってよ。どうしよっかな、闇パワー解放とかやっちゃいたいけど。いて、うりゃっ、ほっ、暗い、おっと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 い。よし、吹き飛ばされてやんの。バーカバーカバーカ。これもしかしたら王子のなんだ、闇パワーゲージみたいなのあげないとブチギレできないかもしれない。いって、このブチギレってのやりたいんだけど、最高で今200っぽいから。サタンの元に送ってやる。悪役のセリフじゃん。勇者どこ行ったよ。よし、虫人間はとりあえず撃破。あいつに当てたい。当てろ、クソ天使が。よっしゃー、ナイス。これ今からでも強化ってできんのかな。あ、できちゃうかも。できそうだ。よし、やったれ。よし、強くなった、強くなった。多分ね、負け、いて、負けねえよ、もうこれで。さっさと倒れろよ。岩投げ。覚悟はいいな。こ、いた。あー、マジかよ。ちょっと移動早いな、お前。こんなのにパパがやられるなんて信じられねえよ。いや、こいつの力ではないだろ、あれ。どう見たって。ほい、悪魔のくせに。こいつ自体やっぱそんな強くないんだよ。ベルゼと互角以下ぐらい。ほんとあの神が作ったチート神器みたいなののせいで捕まっちゃったんだよ。覚悟はいいな。しょうもねえことやりやがってよ。いい加減にしろよ、ほんと。悪魔なんかがこの天使様に勝てると思ってるの。一回勝ったろ。何が天使様だよ、チビのくせに。ほんと、あ、また言ったな。天使の顔も3度までだぞ。ぐるぐるバーン。結構疲れてきたんじゃない。
そりゃこっちのセリフ。せいぜいあがきなよ。私の本当の目的は。なんだよ、一人で気持ち悪いな。何やらかすつもりだろ今度は。マジであの時以来初めてのブチギレをしよう。はっ、よし、オッケー。悪魔の王子が本気を出すとどうなるか見せてやるよ。ムイエル、くらえ。強。これで終わりだ。あ、当たんなかった。ああ、やめやめ。サタンを相手にした後じゃつまんないや。さっきあんなビビり散らかしてたのに。ああ、お前たち程度の相手ならこいつらで十分だ。あ、待てよ、まだ勝負は。あ、色変わってますけど、強化バージョンか。そうだ、鍵取られてるんだったわ。さすがに空じゃないよな。おお、テンション高くなってる。しまった、手に入ったみたいだね。うん、じゃあ帰ろうか。虫人間どもに任せてよいのか。生き延びるならそれもいいさ。あいつら散々邪魔してくれたからね。ネイドの土産に復活したガラムを見せて絶望させるのも面白い。ん？お前本当に天使か。ま、待て、アクアニウムを。先にこいつらを何とかするしかねえぞ。追いつけれないな、さすがに。強そうだし、なんか一匹。何なんだこいつらの。あ、まだブチギレ状態だわ。今ブチギレ状態の時にやるしかない。いて、くらえ。よし。今ちょっとブチギレてるからさ、この時にこいつをぶちのめすしかない。死ねえよこら。よしよしよし、強そうなやつ倒しました。あぶねえ、よかった、ブチギレてて一瞬だったわ。俺ってすごい、最高。本当はね、あの強いやつ最後に倒したかったんだけど、はい、しょうがないね、ブチギレてんだもん。相手なんか狙えない、見下がりだけだわ。ぐるぐるぐるドカン、ぐーパンチ、ラストのぐるぐる、取れ。よし、オッケー、行こう。どうだ、やっと片付いたな。な、逃げられたかな。くそ、ダメか。いやー、マジか。えらいことになったな、パパまでやられちゃうなんてさ。な、途中まで強かったのに。やっぱあのやむちゃムーブするとやられちゃうんだな。お母様もおじい様もいなくて、アクアニウムも奪われて、これじゃもう。リリス様は残念じゃが、大魔王様はまだやられてはおらん。え、ムニエルの口ぶりからして、あの壺は封じるためのものじゃろう。命までは奪われておらんはずじゃ。多分、まあ多分魔封魔方式なんじゃないですかね。クソ天使から壺を取り戻せばまだ間に合うってわけか。アクアニウムもだな。うん、うん、とりあえず取り木キャンプの奴らにこのことを教えてやらなきゃな。あれにもだ、彼には通信で連絡を取ろう。あれ将軍、こちらラオだ。魔物の里が襲撃を受けた。なんで知って。それで状況は。大魔王が封印されて最後のアクアニウムが奪われた。最悪というやつですか。我々はフォレストランドへ行って奪われたものを取り返す。うん、サンドランドのことは任せたぞ。了解しました。よし、行くか。